くり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、エジプトといえば何を思い浮かべる？ピラミッドでしょ。スフィンクスでしょ。それになんといってもミイラ。歴史的な名所から大雑把に砂漠を想像する人もいるかもしれないな。これらの遺物や砂漠は今から5000年前に遡る古代エジプト文明から存在しているものだぜ。そうだね。古代エジプトといえば石碑に刻まれたヒエログリフも有名だよね。そんな資料からは、古代エジプト文明の生活や文化も見ることができるな。今回は古代エジプト文明の資料から紐解かれた人間と共生関係にあった生き物について見ていこうと思うぜ。どんな生き物たちがいるか楽しみだね。それではゆっくりしていってね。現在でもとても人気な動物である猫だが、それは現在だけではなく古代エジプト文明の中でも人気だったようだぜ。猫ちゃんが？それでは5000年にもわたる人間と猫の関係性について詳しく見ていくぜ。猫はなんと言っても可愛らしいよね。暖かいところを好み、気ままで、よく日向ぼっこをしているイメージだよね。日本でもペットとしても人気があるし、場所によっては野良猫も見かけるな。古代エジプトでは猫はどんな存在だったのかな？暖かな太陽の下で日向ぼっこをしている猫というイメージは、どうやら古代エジプトに住む人々にも共通して持たれていたイメージのようだぜ。さんさんと降り注いでいる太陽光を体に浴びながら寝ている猫は、古代エジプトの人々からしたら太陽の力で動く神秘的な生き物のように見えていたようだぜ。ああ、あれはソーラーパワーで動いていたのか。わけないか。他にもトムとジェリーでおなじみである猫とネズミといった関係も古代エジプトにおいては重要視されていたぜ。エジプトにもネズミがいたの？ネズミだけでなく、人間にとって外敵とされるサソリやヘビなんかからも守ってくれていたようだぜ。なるほど。猫は古代エジプト人から重宝されていたんだね。古代エジプト文明では猫はとても重要な存在とされていたようだぜ。それは害獣を駆除する目的という面もあるが、それ以上に信仰の対象ともされていたようだぜ。神様ということ？人間の生活の実利から精神面にわたる様々なことを猫は司っていたようだな。先ほども太陽と猫の話をしたが、太陽とは古代エジプト文明の中では最上級に重要な要素とされていたぜ。そういえば、エジプトの最高神ラーって、太陽の神様だったっけ？そうだ。だから太陽神ラーはエジプト文明の中では最も重要とされた。古代エジプト文明の王、ファラオはこの太陽神ラーの息子と考えられていたんだぜ。太陽は大切だったんだね。その太陽を体いっぱいに浴びて生活している猫のことを古代エジプト文明の人が見たとして、彼らは猫のことをどのように思うだろうか。ソーラーパワーにゃんこ？神の恩恵を受けた特別な生き物だぜ。それによって猫は太陽神の使いという見方がされてきたんだな。だよね。太陽神ラーの使い以外にも、とても猫と密接な神様がいるぜ。それはバステト神だぜ。猫頭人間？神様だ。このバステト神は頭部が猫の見た目となっていて、穏やかな性格を持つ神だとされているぜ。穏やかな猫ちゃん。もともと太陽神ラーとも関係が深く、太陽神ラーの娘や妻として書かれることも多いようだぜ。この太陽神ラーとバステト神の関係は太陽神ラーの使いとして考えられている。猫と少なからず関係がありそうだな。猫といえば気まぐれで忠誠心とか関係なさそうな存在に思われがちだけど、古代エジプトでは神様の奥さんや娘さんといったおしとやかなイメージで扱われているんだね。他にも害獣を撃退するために使われていた経緯から、猫は不浄な存在から人々を守ってくれる守護獣としての見方もあったようだな。古代エジプト文明の人の一般的なお守りの装飾からファラオの副葬品にまで猫のデザインが施されているぜ。守護獣か。猫のイメージになかったから新鮮だね。これまでは猫を家畜として飼育していた旨を説明したが、次は愛玩用に猫が飼われていたという話をしていくぜ。やっぱりペットとしても飼われていたんだね。猫に関しての説明は多くの石碑に記された絵や文字によって紐解くことができるぜ。ファラオであるトトメス3世の時代、ある建築家は飼っていた。猫にネジェムという名前を付けていたそうだ。この名前は現在人類史上で最初に登場する猫の名前としてギネスブックに載っているぜ。まさに歴史に名を残した猫。他にもアメンホテプ3世の息子のトトメス王子も猫を飼っていたそうだぜ。王様といえばトラとかチーターとか飼っていそうだけど、意外と可愛らしく猫をペットにしていた王様もいたんだね。このように猫は古代エジプト文明の中でもとても重要な動物として考えられたんだな。時には道具として、信仰の対象として、そして愛玩動物として、今でも多くの人から愛されている猫は伝承を通して様々な顔を見せてくれるぜ。さて、このように古代エジプト文明では猫は神聖視されていたわけだが、それを逆手に取った思いもよらない事件が巻き起こってしまったぜ。猫が事件を起こすの？猫が戦争に駆り出されたんだ。戦争？
それは古代エジプト対ペルシアとの戦争の時に起きた。ペルシア人は強固なエジプトを攻め入るにはどのような策を立てるべきか考えた。そこで、とある一つの案を思いついてしまった。まさか、猫に武装させて戦闘猫を育成したとか？惜しい、猫を兵士の持っている盾の前側にくくりつけてエジプト人を萎縮させようという作戦だぜ。惜しいかな？今の価値観から考えるとゾッとする光景だな。ゾッとというか、そんなガキ大将がカエルを掴んで好きな子を怖がらせるような作戦で成功するわけ。成功したんだ。するんだ。どうやら古代エジプト人は神聖視している猫は攻撃できなかったらしい。古代エジプト人、ピュアだね。そんなこんなで、結果的にその攻防で古代エジプトはペルシアに負け、壊滅させられてしまったぜ。ある意味、現代の私たちにも効果的かもしれない方法だね。なんとも恐ろしい話だぜ。恐ろしい、か？スカラベと聞いてどんな生き物かパッと思いつく？スカラベの怪人、それはスカラザだな。知っている人はおそらくファーブル昆虫期の信者だな。そうなんだ。で？ということは昆虫なのかな？この生き物は一般的にフン転がしとして知られていて、ファーブル昆虫記にはヒジリタマオシコガネとして紹介されている昆虫だぜ。ヒジリ？フン転がしね。ヒジリタマオシコガネだ。と言っても日本人が見る機会は少ないだろうな。エジプトにはいるの？古代エジプト文明においてはスカラベと言われるフン転がしはとても身近な存在で、なおかつこちらも猫と同様に重要な存在であったとされているぜ。フン転がしだけど、スカラベにつきて少し説明しておくぜ。スカラベは一般的にフン転がしとして知られる昆虫のことを指す。とりわけその中でもヒジリタマオシコガネという種類を指すことが多いぜ。タマオシという名前がついていることから関連づければ考えやすいな。タマオスだなんてまるで宝石か真珠でも押しているように思わせておいて、実はうんち。このスカラベは馬やロバなどの栄養価の高い糞を丸く成形し、その中に卵を産みつける習性を持つ。このことから糞転がしという呼称が一般的に使われているな。糞転がしの方がわかりやすいと思うよ。ファーブルさん、ハムナプトラという映画を見たことあるか？古代エジプトをモチーフにしている映画だよね。この映画を見たことのある人にとってスカラベという昆虫は多少恐ろしい存在というイメージを持っているかもしれない。もしかして巨大スカラベが巨大な糞を転がしてるとか？それも恐ろしいな。この映画ではスカラベがどう猛な肉食の昆虫として書かれている。しかし、実際のスカラベはどう猛な肉食という性質は持っていないので、一般的な昆虫類とさほど違いはないな。映画のスカラベは完全なフィクションなので勘違いしてはいけないぜ。巨大な糞を転がしてなくてよかったよ。それにしても、どうしてスカラベが古代エジプト文明において重要な生き物と考えられていたのかな？もしかして太陽の下で寝っ転がってた？それはスカラベが作る球状の糞が要因だぜ。まさかの糞？今でこそファーブル昆虫記などの観察記録によってその生態がよく知られるようになったが、古代エジプト文明においてはその生態は神秘に包まれていた。どうして糞を転がしているのかとか？そもそも糞が何なのかすらわかっていなかったようだぜ。どうして玉を転がしているのか、あの玉は一体何なのか、球体から卵が返っていることは分かっていたようだが、詳しい生態までは分かっていなかったんだな。古代エジプト人、ピュアだね。それゆえに古代エジプト人たちは球状の糞を神聖なものだと考え、とある神様と同一視したとされているぜ。ああ、それ神聖なものじゃないですよ。その神様は太陽の運行を司る太陽神ケプリだぜ。球体を太陽に見立てて、転がす姿を太陽の運行と重ねていたと考えられているぜ。また、太陽だなんて随分なものに例えたね。運行だけに、面白いことに古代エジプトの壁画に書かれている太陽神ケプリの頭部はスカラベの全体像となっているぜ。ああ、顔に巨大な糞転がしがついて、息できなくなっちゃってるみたいになってるよ。せめて仮面ライダーみたいに顔だけにしてあげればよかったのに、少しアンバランスな気もするが、当時の人々がどれほどスカラベを神様と同一視していたのかがよくわかるな。何もかも微妙に間違っているけどね。ハートスカラベとはスカラベを模された楕円形の装飾品のことを指すぜ。この装飾品は主に死者と共に埋葬される副葬品として用いられることが多かったようだぜ。ところで全然ハートの形に見えないんだけど、心が汚れているからかな？安心してくれ、間違っていないぜ。なぜハートが名前についているかというと、その答えは古代エジプトの死者に関する考え方が起因してくるぜ。古代エジプトでは死者は冥界で生前の行いを心臓の重さを用いて、善行を積んだのか悪行を積んだのか審判される。ふむふむ。その中でハートスカラベは二つの機能を目的にして、防腐処理されたミイラの心臓部分に置かれていたぜ。
その機能とは冥界の審判において偽りの証言をしないように縛るため、もう一つは死者が心臓を奪われた時にその代替品となるようにという目的だぜ。ハートは形ではなくて、心臓という意味だったんだね。先ほどスカラベが太陽の運行を司る太陽神ケプリと同一視されていると述べたが、そのことからスカラベはルールや秩序といったバランスを司る存在とも思われた。よってそのスカラベで心臓を縛ることで偽りを抑制するという意味を持ったようだぜ。お守りに持っておこうかな。そして球状の糞から卵が変えるということからスカラベは生命の誕生という再生を司るとも考えられた。そのことからハートスカラベは心臓の代わりとなって、来世で生活できるようにという意味も込められていたようだぜ。糞から卵の件は聞かなかったことにして、とりあえず持っていたら天国でも幸せに暮らせそうだよね。以上のことからハートスカラベのハートとは心臓のハートを表していたということがわかるな。とりあえず一つ買います。タカは現在ペットとして飼われることは稀だな。しかしタカ城という職業やタカ狩りがあったりと、少なくとも日本でも人間とタカは浅からず関係があることが伺える。タカ狩りはタカを狩る方でしょ？違うんだぜ。タカに狩りをさせるんだ。タカに獲物を捕まえさせるのか。古代エジプトでもタカはとてもメジャーな動物で、多くの王や民がタカを刺激していたようだぜ。タカといえばどのようなイメージを持っている？やっぱり強くて、勇猛で、素早く相手を仕留める凄腕のハンターというイメージかな。実は古代エジプトの人々もほとんど同じようなイメージを持っていたようだ。ファラオなどの王族が飼うペットとして採用されることがとても多かったようだぜ。確かにタカは、王様が飼っていそうなイメージあるね。強い人物には強いペットをという考えだったのだろうか。権力の象徴としても重要な役割があったのかもしれないな。それにしてもタカはどうして王様に人気があったのかな？では好評だった大きな理由について、順を追って説明していくぜ。まず、タカも霊に漏れず神様として崇められていた。まさか頭がタカ？そうだぜ。ホルス神という神様だぜ。頭部がタカとなっている。正確に言うとハヤブサだ。このホルス神は古代エジプトにおいて長いこと太陽神ラーの息子として書かれていたようだぜ。さっき、太陽神ラーの息子はファラオだって説明していなかったっけ？そうだぜ。ということで、ファラオとホルス神は実は同じ存在として考えられていた。なるほどね。これでどうしてタカがファラオに人気であったのかわかるね。そうだな。つまり、タカはホルス神としてファラオと同一の存在であり、天空や戦いの神としての権威の象徴でもあったことから、王族はこぞってタカをペットとして自身の身近に置いていたということになるぜ。古代エジプトはなんだかたくさん神様がいるけど、ホルス神はまた別格そうだね。古代エジプトには神話の神から地方の都市神までその種類は多したようだぜ。しかし、ホルス神は王の権力の象徴とされていたことから、ただの神様という雰囲気よりもホルス神信仰や、ホルス神派といったその神様単体の信仰も扱ったようだぜ。都市伝説の代表格にフリーメイソンという秘密結社が話題に上がることが多いな。この秘密結社は裏で世界の全てを封じているとされる陰謀論として有名な組織だが、このフリーメイソンとタカであるホルス神も密接な関係があるとされているぜ。まさかエジプトが世界の裏ボスだったとか？フリーメイソンのシンボルマークというものがある。それは人間の左目のような少し不気味なマークだぜ。見たことあるかも。この左目はホルス神の左目であるとされているんだぜ。あれの持ち主がいたんだ。そして、なぜホルス神の左目なんだろう。ホルス神の目にはそれぞれ名前が付けられていて、それぞれの権能も異なっている。右目は真実を見抜く権能を持つラーの目、左目は万物を見定めたり、再生の権能を持つプロビデンスの目、ウジャトの目などと呼ばれているぜ。それでフリーメイソンではこの両目の中でも左目である、プロビデンスの目、ウジャトの目をシンボルマークにしているということなんだね。万物を見定める権能を持つ、この目は世界を裏で封じっている秘密結社にとって重要な意味を持つ。どんな意味？我々は裏から世界全体を見ているぞ、というか、そんな感じ？そんな感じ？って知らないの？私はフリーメイソンの一員ではないからな。本当のことは知らないぜ。そんな、思わせぶりなことを言っておいて。しかし、古代エジプトから発生した神話体系や生き物の考え方がこの現代でも強く根付いていることは驚きだな。どういう意味なんだろう。知っているフリーメイソンの人がいたらコメント欄にお願いします。エジプトの砂漠にいる動物といえばラクダだぜ。そうだね。エジプトの砂漠を悠然と闊歩しながらキャラバンで歩く姿はなんともエジプトの光景らしい情緒ある風景だね。5000年前の古代エジプト時代ではラクダはどのように使われ、どのような足跡を辿っていたのだろうか。昔も大して変わらないんじゃないかな？そう思うか？
では現代と古代エジプト時代のイメージの乖離に焦点を当てて確認していくぜ。エジプトと言ったら砂漠を思い浮かべる人が多いと思う。一面が砂漠で覆い尽くされ、その中でオアシスという休息地で人々が暮らすというステレオタイプなイメージが強いぜ。多くの場合そのオアシスからオアシスまでをラクダを用いて移動し、生活しているな。うん？違うの？もちろんこのイメージは全く間違っていない。実際にこのような移動にラクダを使用していたという事実はあるな。しかし、それは5000年の歴史を誇るエジプトの中でも一部の時代に限定される話だぜ。そうなの？なんとなくラクダといえばエジプトのイメージだが、実はエジプトが原産というわけではない。なので、ラクダが伝来していなかった古代エジプト初期ではほとんどラクダは使用されていなかったようだぜ。意外だね。カイロのような古代エジプトの一部ではラクダを使用していた痕跡が残っているようだが、全体的にメジャーだとは言えなかったようだぜ。それ以前の古代エジプトでは主に牛のような家畜を使用していた。牛？あまりエジプトのイメージではないね。ラクダが使用され始めたのは早くて古代エジプト時代の中でも、新王国時代と呼ばれる古代エジプト末期にあたる時代だったようだ。ラクダの重要性が増し、生活に必要不可欠になっていったのは7世紀以降のようだぜ。ラクダは背中にあるコブのおかげで砂漠での活動が他の生物に比べて得意だ。これはラクダの原産地が西アジアや中央アジアなどのエジプト周辺に類似した気候だったからだぜ。それによって他の生物よりも暑さに強い性質を利用して新王国時代から少しずつ重要性を増していったようだぜ。ラクダはもともとはエジプトの動物ではなかったんだね。一方でエジプトの壁画には滅多にラクダの記述が書かれていない。これまで紹介してきた動物やそれ以外の動物の記述は多く残されているのに、なぜかラクダに対する記述がほとんど見当たらないぜ。どうしてかな？ラクダがいくら後から需要が高まったとはいえ、砂漠と切っても切り離せない関係にあるな。それなのにどの年代にもラクダに関する記述が見られない。実は次の理由が挙げられる。ラクダが新王国時代にもマイナーな存在だった。理由はラクダが忌み嫌われている存在であったからという説があるんだ。現在ではラクダは砂漠で役立つ動物の代名詞のような存在なのに、古代エジプトにおいては砂漠に生きる不吉な動物という認識だったようだぜ。それは意外だね。エジプトでは今も昔も多くの土地が砂漠に覆われているということは間違いない。しかし、それは多くの人の生活圏が砂漠の中にあるということを意味しない。どういうことかな？エジプトにはナイル川という大河が流れているな。そしてエジプトに起こった文明のほぼ全てがこのナイル川にほど近い場所に位置していた。つまりエジプトにある都市は完全な砂漠にあるのではなく、ナイル川からの肥沃な土壌が形成した豊かな土地に作られたということなんだ。古代エジプト文明は砂漠の王国ではなく、ナイル川の恩恵で発達した文明だったということ？よくエジプト文明をナイルの賜物と表現するのはそういうわけだからだぜ。その土地ではナツメヤシなどの食料や水源が確保されていて、干からびた土地とは対照的だったんだ。そんな土地に住んでいた古代エジプトの人々は自分たちの住む土地と周辺の砂漠を比較した時に、砂漠に対してあまり良い印象を持たなかったんだろう。干からびた土地だ、呪われた土地だ、といったように、砂漠に対しては悪いイメージを持っていたようだぜ。ええー、意外だね。では話を戻すぜ。そのような不毛で邪悪なイメージを持っている土地に住む生き物に対して良いイメージを持つと思うだろうか？そう言われてしまうと、作物が育たないような干からびた土地に住む生き物を好んで使おうとは思わなくなるよね。ラクダは砂漠のような厚く険しい環境に適応した生き物なので、多くの時間を砂漠で過ごすぜ。古代エジプトに住む人々はそんなラクダを呪われた土地に住む邪悪な生き物だと考え、刺激することを拒んでいたようだな。エジプト文明のイメージも変わったよ。川沿いの潤った地域の文明だったんだね。ラクダを使わなかったこの理由は、現地大学の考古学専門の先生の話ではあるが、あくまで一つの説だぜ。とはいえ少なくともラクダを意図的に刺激していない理由が何かしらあったことは確かなようだな。現代でもペットとしてとても人気の犬だけど、古代エジプトでも人気だったんだね。では古代エジプトの犬はどのように人々と関係を持ち、役割を担っていたのだろうか。古代エジプトにおいて犬はペットとして飼われ始めてきたようだぜ。厳密に言えば、当時は犬というより狼に近かったようだが、この古代エジプトの時代から野生の犬から家犬化していったようだぜ。なんといっても犬は昔から人間の相棒のような存在だしね。犬に関しては石碑にも書かれていることもあり、いかに人々の生活の中に溶け込んでいたのかがよくわかると思うぜ。古代エジプトの犬や狼は当然飼われている個体よりも野生の個体の方がはるかに多かったようだぜ。それにより家畜化されていない犬や狼が人間の生活区域に侵入することも多々あったようだな。野生の犬や狼はちょっと怖いね。野生の犬や狼がよく侵入してきた場所は墓地だったとされている。
墓地には多くの死体が埋葬された。当時は火葬されておらず、そのまま土葬することが多かったぜ。そんな死肉を目当てに野生の犬や狼が墓地に出没したんだな。ということは、あまりいいイメージではなかったのかな？これはいわゆる墓荒らしのようなものだが、当時の人々は犬や狼が墓場を巡回し、死者を見守っているのではと考えた。そうだった。古代エジプト人はピュアだった。今の我々の考え方からすると、墓荒らしをしていた動物をこのように好意的に見る。古代エジプト人の考え方に若干の違和感を覚えるな。しかし、こうして犬や狼は古代エジプトの人々から大事にされていき、それがエジプト神話に大きな影響を与えることになるぜ。エジプト神話にアヌビス神という神様がいる。とてもメジャーな神様なので、エジプトの神様をよく知らない人でも見たことがあるのではないだろうか。うん。詳しくは知らないけど見たことあるよね。これは犬なの？狼なの？では少し説明をすると、アヌビス神とは頭部を犬狼、もしくはジャッカルで構成された死者の魂の重さを測る冥界の神とされているぜ。ああ、ジャッカルね。死肉を食べるイメージがあるね。それにしてもなんでこんなに真っ黒？これは死者を防腐処理するべく黒くドロドロとした液体であるタールを棺に入れていたことから、アヌビス神の顔も同様になったとされているぜ。防腐処理、皮膚呼吸できなさそう。先ほど犬や狼が墓地を巡回し見守っているという話をしたが、その様子から連想されてアヌビス神は誕生した。本当は墓荒らしをしているけど、墓守りなんだね。アヌビス神は次のような仕事をしていたとされているぜ。まずは死者の魂の重さを測る。これはスカラベの時にも話したな。ハートスカラベを持っていると幸せになれるんだっけ？いやいや、ハートスカラベで心臓を縛り、嘘偽りをなくさせるということだったぜ。アヌビス神はハートスカラベによって魂の善行や悪用を天秤で測ることを仕事とした。アヌビス神はハートスカラベのおかげで仕事がはかどるんだね。他にはミイラ作りもアヌビス神の仕事だったとされているぜ。ミイラ、アヌビス神はミイラを作る神様だったんだね。どうやって作るの？すまない。ミイラ作りの話は長く、内容が脱線しすぎるし、取り扱いジャンルでもないので別の機会に別のサイトで紹介しよう。嘘でしょ？別のサイトで紹介ってそんなことできるの？このように犬や狼、ジャッカルは古代エジプトでの様子からアヌビス神という神様の題材となり、死生観という文化形成の重要な要素の一つだったと考えられるぜ。少し話を変えて、現在の犬と古代エジプトの犬の違いについて触れていくぜ。何か違うのかな？これまで何度か犬と狼を一緒の存在のように紹介してきたが、これには深いわけがある。深いわけ？古代エジプトには現代のような犬は存在していないんだ。より詳しく言うと、犬と狼の中間的な生き物がいたようだな。しかし、その種は現代まで生存していなく、残っている資料から推測するしかないようだぜ。絶滅しちゃったのかな？古代エジプトにいた犬は遺伝子的には狼に近かったらしく、現代の犬とは少し違うようだぜ。2011年のオックスフォード大学の研究によって、古代エジプト時代のアフリカに狼が存在していたことが解明され、その狼が古代エジプトにおける犬として扱われていたようだ。今回の動画は以上だぜ。古代エジプト時代は現代の日本からは地理的にも時間的にもとても遠いところにあり、どのような場所だったのか、そしてどんな生活をしていたのか想像することがとても難しいな。エジプトが砂漠の都ではなく、潤いあるナイル川の文明だっただなんてびっくりだったよ。しかし、現存している資料を細かく見ていくと、人々と生物の関係や生物に対する考え方が理解できるようになるな。古代エジプトにおいて様々な生物が害獣を駆除するため、力を示すため、宗教的な意味を持たせるためなどといった多岐にわたる関係を紹介したぜ。神様だったり、逆に嫌われ者だったり面白かったね。この動画が面白いと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタンを押してくれると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。